フランケナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す小都市である。フランケナウは、ケラーバルト内、タールガング3の南西に位置する。この町は、ケラーエーダー勢国立公園の南辺縁部、エーダー川支流のロルフェバッハ川上流沿いにあたる。年間降水量は733ミ、mm、リメートルで、ドイツの標準的な値である。 最も乾燥する月は2月、最も降水量が多い月は6月である。6月には2月の約1.5倍の降水があるが、この変化は小さな値であり、年間通して比較的安定した数値である。フランケナウは、北はフェール、東はエーダータール及びバーとビルドゥンゲン、南はハイナ、西はフランケンベルクと境を接している。フランケナウと、 隣のフランケンベルクの成立は、おそらく、フランク王国時代に遡る。この地域への定住は、カッティ族によってなされた。もともと、フランケナウの集落は、ザクセン人との境界の防衛施設として設けられたと、考えられる。おそらく500年から750年頃のことである。フランケナウは、チューリンゲン砲白、ハインリヒラスペによって1242年に、 都市圏を授けられた。フランケナウに関する現存する最も古い文献は1266年4月4日付のヘッセンホーハ,クハインリヒ一世が作成した文書で都市圏授与の確認に関する内容を含んでいる。フランケナウは何、世紀もの間、貧しい農耕市民の小都市であり続けた。1865年4月22日、 特別に甚大な災いがこの町の住民を襲った。町のほぼ全域が火災の犠牲となったのである。当時の住民の多大な努力によってこの町は再建できたのであった。現在、フランケナウはバルデック・フランケンベルク軍のレジャーの中心地の一つとして、また、ケラーエーダー勢国立公園の門として知られる保養地となっている。ユダヤ人住民は、 1659年に保護ユダヤ人として二人家族が記録されているのが最初である。ついで1671年に第二のユダヤ人家族が報告されている。18世紀に緩やかな増加が始まり、1785年には7人の保護ユダヤ人が記されている。ユダヤ人組織はそれほど大きくはなかった。1905年に 全住民980人中7.1%に当たる70人となったのがピークであった。この小さなユダヤ人組織は、シナゴーグ、ユダヤ人学校、ミクワー、ユダヤ人墓地を有していた。シナゴーグは、1865年の大化の後、1867年に建設された。1933年、この町には65人のユダヤ人が住んでいた。 その後、この数は移住、転出によって、急速に減少していった。最後のユダヤ人家族は、1939年3月28日に、フランケナウから転出したことが報告されている。1938年には、ユダヤ教の祭事を行うケヒラーを組織することが、できなくなることが予見されており、シナゴーグは1938年の春から夏頃に、 近隣住民に売却されていた。この建物は結局取り壊された。地下室と基礎部分は1949年まで存在していた。リーシュ通り6番地のこの基礎の上には後に新しい建物が建てられた。1992年6月17日、都市県14750年祭を契機に旧シナゴーグと旧プロテスタント教会との間の土地に 殺害され、あるいは土地を追われた、ユダヤ人住民のための記念碑が設けられた。フランケナウの市議会は、23議席からなる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。